ね、だから多分みんな手対手じゃない、あと僕落ちる力使ったのも強いんだよ、強いでしょ、怖がんなくていいよゆっくりやると、ね、みんなは多分こういう練習しかしてないと思う、落ちてると強い、落ちてる力をコントロールする、でこれって弱いんだよね、ガチやってこれって弱いんだ、みんなこういう形するけど体バラバラだから、これでここで初めて力非常に、であともっと細かくやる、だから足の親指で立つとか膝開かないとかすごい丁寧にやる、でも自分の体は丁寧に向き合った方がいいと思う、雑にすると雑になっちゃう、ゆっくりやると、だから全てのスポーツにすごくいいし、日本ってもともと物をもったいないとか言うんですよ、世界のところで日本語のせいで、いやもったいもったいで自分の体を向き合って一番大切に丁寧にすると実は自分だし、雑な練習してるやつって他の人みたいに雑になっちゃうんだよ、体を大切って思わないで、どうにしちゃう、自分の体まっすぐ立つ、ね、余計なし全部の力入れるんじゃなくて抜くもんで、いかに上手にね、きれいに呼吸したら片手でも飛ぶんですよ、であれで別に守ることもできるわけ、慣れてくれよ、で歩くことがうまいからフットワークやらないの、こういう歩き方でいいわけそうするとすごく面白い、でだけどスポーツはできないんだもん、これ危ないから禁止事項が、禁止事項が自分に対して一番安全なわけですよ、相手にダメージがある、生殺しみたいな形にスポーツになるから、だからすごくだからスポーツドクター使いさせていない人が必要な、終わらせないわけじゃない、致命傷を終わらせないで戦うってことは実は生殺しだから、それいかに守るか、だからこれ終わればね、本当に人間はここバーンってやってるからさっきの飛ばす力でやっちゃうわけだから、こう打ってね、この落ちる力で上からバーンっていくわけだから、もう大体今日は失うってそんなの見れることだし、ちょっといらない、それは相手倒すためじゃなくて、ウイルス自分を守るため、自分の身を守るため、自分の体を気持ちよく過ごすためにやるんです、究極なボールですよ、く言うんだけど、最近今週気がついたわね優しい気持ちと強い気持ちってあるでしょ、優しい気持ちを作らないと強くはなれない、絶対に世の中で両極だから一方だけ絶対ない、お父さんとお母さんがいる、そういう意味で多分地上最強の生物ってね、お母さんの優しさを持った男だと思うと思わないですか、だからあの女性が男性の肉体を持ったら非常に怖いと思う人を男性心の中でやめてください結婚してると分かると思うんですけどね本当にね、あのそうなんですよ、そういう優しい気持ち、強い肉体を持つって甘い気持ちとね、優しい気持ちを発揮しないんで、そのためにやっぱり一番厳しく大切にするのが自分の肉体だと思うんで、それなければ人に出す、昔はそういうことをやっていたと思うんですよ、で、いろいろ武術が帰ってきてるんですね、やっぱブラジリア武術が帰ってきた、その時に多分今みたいな身体操作がなんでなかったかっていうと、あれを使っちゃうと多分 UFC で試合できなかったしね、なんか運命的なことを考えれば、あんなのはもうすぐ放送禁止だけど絶対死んでるから、ね、で今これだけ充実が成熟した中で、意外と体の使い方とかで調子悪い人も絶対出てきてる中で、やっぱりすごく武術的、日本的なものを僕はやったら、僕自身は面白いなと思って、ね、今取り込んでいるので、もし興味あったらまた遊ぶとき集まってください、じゃ あ, 6時から飲み、僕今日メイン飲み会なんで6時で終了するんで交流タイム始めましょうかじゃ あ, ありがとうございました。